んか食べたいなって思うんですけど、なくて1回しか食べれてない。アイスありがとうございます。キーピとコマちゃんありがとうございます。最近コカ不足だけど握手会、そう握手会来てくれるの、やったー。いちごアイス当たりありがとう、間違えた。いちごアイス当たり、いちごアイスは当たりです、ありがとう。くじみたいなやつ結構売れてるみたいだね。カフェラテ氷、そう、おお、またまたいちごアイス当たりありがとう。あ、初めてじゃない、バニラバニラいちごだね今のとこ。毎日アイスのくじありがとう。こんばんは。今日はちょっとなんか最近に比べたら暑くなかった。こんちのね、なんかさ、それ美味しいって聞くよね。でもそんなに黒糖そんな好んで摂取しなくて、でなんかでもゴンチェで頼むのはいつもウーロンミルクティーなのね。だから黒糖ウーロンミルクティー売られてるからさ、いつもウーロンミルクティーだしちょっと気になるなって思ってるけど、黒糖だから飲んでない。フルーツティーの方は、うん、飲みたい気分の時がないから飲んでない。セブン、今日セブンイレブンの日だって。虹色の泡ありがとうございます。明日も涼しいんだ。サイリーム売ってなかった、サイリーム売ってないの。結婚してアフターリーです。広島のホルモン天ぷら美味しそう、食べたことないんだけど、広島だけど黒糖そんなあれなんだよね。ピーチなのあれ、うん、ウインクしてのうちはありがとうチョコミントアイスありがとうございます。セブンイレブンの日に、あー覚えやすい。レモンポップって何？タピオカね。タピオカ、こないだタピオカ飲んだな。あのね、こないだタピオカ、いつもウーロンミルクティーなんですけど、それをアーモンドミルクに変更してみたんですけど、まあなんかあんまりわからなかった音信不通大丈夫。タピオカ懐かしさあるまあ確かにね、なんか広島もさ、駅じゃないな、シャレオかだから栄地下みたいなとこがあるんだけど、広島にもあそこのタピオカなくなったもんな。だからまあブームは去ったのかもね。スタバはたまにアーモンドミルク変更しますね。結婚して青たいです。毎週はすごいなでもここはもうなんかハマってた時は、あのなんかね、スーパーとかに冷凍のタピオカとか売ってて、それをね家で飲んでたな、学校終わりとかに。いちごナイスありがとうございます。メンバー間ではそうなのかな、普通にみんなずっと飲んでんじゃない、見つけたら飲むみたいなわからない。アイスありがとうございます。
暑いよ。チョコミン大使ありがとうございます。昨日かな夜に一人でカラオケ行ったなんかさ、割とカラオケ一人でさ、わ今ちょっと時間ありそう行っちゃおうとか言ってるんだけどさ、タピオカ今でも混んでる。確かに普通に混んでなんか混んでめっちゃ並んでない時ないかも。混んでるまで行かなくても並んでない時ないかもしれない。でもマジでイコラブの絶対アイドルやめないんだけど、マジで歌いたくて、なんかもうすでに自分の中で聴きすぎてブームが去りそうだから歌いたいんだけどさ、まだ発売もしてなければさ、カラオケ進出もしてないからさ、そう歌いたいんだよね早く。タピオカ混んでる、ゴンチェが、あーなるほど、お店が、あーなるほどね。こんばんにゃ、歌ってください。ないからなカラオケ。家で大声、いつも大声で歌ってますよいつも大声で歌ってますよ。発売前に聴きすぎて飽きるのでね、マジで毎日3回は聴いてますね。虹色の泡ありがとうございます。最近はなんだっけ、ドライヤーしながら歌う曲を絶対アイドルやめないでにしてる声大きくないよ、ここはマジ声通らないから、マジ声通らないし、だからなユニゾンで歌う時とかマジで消される。ユニゾンとかマジで私の声どこってなるからね塾行くよ、お待ってます、嬉しい。マリンさんタイプって何、ユニゾンで勝利する方ってこと？ユニゾンで敗北する方ですね。カラオケ歌って外に聞こえてないの、カラオケで聞こえてるんじゃない、声に惚れた、お嬉しい、すごい豪華な挨拶ありがとうございます。マジね負けちゃうんよね。センターの NGF 見たかった、見てくださいそうだ昨日見ました、テレビ。こんばんは、マジ絶対アイドルやめないで早く出てほしい。いつ発売なのあれ、発売カラオケに出るのってさ何、いつ出るの発売したらもう出るの、発売前に出るの。昨日見て、お嬉しい、ありがとう。放送すご、放送をそのまま見ててもすごくない、夜遅いのに録画見た、ありがとう、目立ってた、嬉しい。なんかさなんかさ1曲目でさセンターやらせてもらえたからなのかわかんないけどさ、めっちゃ抜かれてたくないカメラ、そんなココハみたいなえどうしたどうしたって思った。普通に7月31日まだまだじゃん、やだな全然歌えないじゃん。でもねセンターは
何あの全曲違ったのでみんなセンター、みんなセンターやったんですよ今回 LGF って。めっちゃココハ、だいぶココハ噂を聞きました。あ、嬉しかったならちょっと嬉しいけど、なんかね全員センターやったんですよ NGF って。結婚してアクターですなんですけど、なんか歌割りとかもうね、いやここ4人なんだっけな、なんかで思ったんだよな、あのねゴナジャンか、ゴナジャンの心に秘めた思いその一歩、あそこ4人ぐらいで歌ってるんですけど、なんかずっとココハでしたねいやいや4人だからって思ったけど、サツビームねえ賛成可愛いでしょ、自分で見るのはどんな気分なの、勉強って感じ。押してくれてたカメラマン背が高いからさ見つけやすかったのか、あの何焦点合わせやすかったんかな、ちょっとカメラ遠かったからそうなの、みんなセンターやる、そう全員センターやりました、そんな聞いた3週ありがとう、みんなセンターやりました NGF は。映らない、それはねちょっとどうにもできないね、いや結構何自分の見るときはもう結構見たくないけど見てるって感じとセンターみんなしてましたね、ずぶ濡れ待機、ずぶ濡れ、あああれだね、ひわにゃんと恋恋やってたね、そういや地味に後ろ姿してたダブルセンターもあったからいいじゃん、どういうこと、なになになに、どういうことどういうこと、緊張はしてないですね、ありがとうございます、大阪魚のミーター、まあ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 それはね仕方ないよね、撮るならどんな、わからないわからない、ね試写会マジで行きたい、あのそういやココハが一番ね映画好きなのに。ダブルセンターの人もどういうことどういうこと？いやまあね花菜が一番にやってるけどね12期だと司会やったらねキングダムはねなんかあんまりかも、あの見たことあるんだけどワンはあのテレビでやってる、あダブルセンターの人もいたから単独でよかったねってこと、あなるほどね、でもさなんかさあの
ぱさ個人のさ SNS とかないとさ広めれなくない映画好きなのもさ分かんなくないっていうあれがあるけど、どうなんだろうね。そういうの広めれなくない？この間もさ、なんかなんだっけ、姫さんとさ話しててさ、アニメ好きなの知らなかったって言われたけど、いやまあそうだよねと思って、そんなどうやって広めんねんってなった。普通にそんなの、あ、出てました。そうそうそう、姫さんとね、にじゃないよね、やりました、やってきました、ちょっと前に。お楽しみに、お楽しみに。劇場の MC もね、急に映画語り出しても怖いしね急にアニメ好きです、映画好きですも怖い。姫さんと楽しみすぎます、お楽しみに。楽しみに。いつだろうね。月曜日。いつだっけな。とね、7月17。月曜日か。な？違う？火曜日。わからないですけど、聞いてください、ぜひ。水曜か、全然違った、水曜だったわ。ぜひ、見る映画はどうやって決めてるの？うん、気になったやつですあ、どうやって知るかってことですか？なんか昔はなんか映画のアプリとか入れて、めちゃめちゃ公開日前からもうなんか情報解禁された時からこう目をつけてこうやってたんですけど、最近もう本当に行く時間もないから、なんか行ける時に今何やってるんだろうって調べて、見たいのがあったら見てるって感じですね最近は。うん、なんかそうチェックする暇もないっていうのとね、見れなかったら悲しいから見れる時間があるときに、あ、そういや今何やってるんだろうってなって決めてますね。内容はね調べないです。内容、うん、調べないかな。そう、昔はねマジでねめっちゃ行ってたんですけど、なんかあのフライヤーもらいに行くだけとかも行ってたんですけど、最近はもう本当に時間があるときに行ってって感じですね。もう映画館とか本当はもう毎日ぐらい行きたいけどなかなか最近行ってないですね。そう、見たいのに見れずに終わるのとね、嫌だから。行動力、そうかな。レインボースターありがとうございます。そうだから、なんかめちゃめちゃ最新の映画に詳しいとかではないですね、もう最近は。昔はもうめちゃめちゃ調べてた
ディアファミリー、わ、それあれか、病気の娘のために開発するやつかな。それはあれで見たな、映画館の予告で見たな。配信、ここ映画館で見たい派なんですよね。ポップコーンは食べない派ですね。配信ね、2000円か。フラット映画館2っぽいそうかな。こんばんは。映画館行きたいけど、タイトルだけで見たこと数回あるけど見てよかったと思う反面、思い内容すぎて、割とタイトルだけも多いかもしれないな。タイトルだけとか出てる人とかも多いかもしれない。コナン見たことないな。映画館、24時間楽しそう。映画見てた、楽しそう。映画ね、いいよね映画。関心領域見たのが最高だな。割と最近か。でも映画館でバイトしたいなと思ったことあるんですよ。そう、映画館でバイトしたいなって思ったことあるんですけど、なんだっけ、なんだっけあ、そう、基本高校生の時バイトはしてたんですけど、基本こう習い事で土日が基本入れなかったのと、平日も2日ぐらいしかなくて、バイトするってなったら、そうだから無理だったそうなんです、無理でしたね。映画館でバイトしたいなって思ってた。でもなんか普通に見たいからというより、そう、映画館が好きだし、なんか作品のこといち早く知れそう、情報いち早く知れそうなのと、フライヤー集めが趣味だったから、それもゲットできそうって思ったから、フライヤーめっちゃ集めてたんですよ。もう本当になんか人からこう譲り受けたのもあって、マジで指を広げた厚さ以上はあるですけど、もうね集めてないね。なんか悲しい。頑張って集めてたんですけど、マジで悔しいめっちゃ集めてたんです。悔しいですね。もうなんか最近ないのは、パンフレットはあんま買わないな。マジ悔しいですね。いや、映画館行けないからさ、なんか集めれないんだよね見たい映画そう、映画のさ、会員だったし、会員でした、会員になってました。初めて映画覚えてないですね。年会費払ってた代わりに集めてでもね、なんかね、そう、なんか自分の好きなんか全部もらってたわけじゃなくて、フライヤーも好きなやつをそう、コレクションしてたんですよ、ファイルに挟んで。そう、好きなやつをね、コレクションしてたんです。もう広島に置いてきた。でもめっちゃスマホ熱い。今何分ですか。好きな系統5分か。
15分までやります。好きな系統はミステリー系とかかな。あとドラマ系の映画も好きですね。ジャンルで言うとミステリー、ヒステリー、ドラマ、ファミリー系もまあたまに見るかなって感じかな。今日しょんぼりしてたの？仕事でミスって。いいんだよしょんぼりしなくて。ミスなんて誰でもありますから。でもわかる、ここはもう割と落ち込むタイプだな。お宝になるかな。暗い系も好きですよ。ファミリー系はあのね、違う、なんていうの、ファミリー系で好きなやつはステップとかが好きですね。あのなんていうんだろう、あのねハートフル系。鉄縄出たことないですね。12期まだ誰も出てないですね。コメディはねもう見ません。広島には大規模以外の小さい映画館ってことありますよ。いろんな映画館行きましたね広島でも。なんかねおすすめの広島の映画館があって、あれどこだっけな、どこだっけな、八丁堀とかかな、違うかな、なんかねちょっとね椅子とかが独特なね映画館があるんですよ。鉄の短パン師のやつ、あのオレンジのやつ、アイスありがとうございます。こじんまりいいね。ラストマイル、アンナチュラル、ミュー404めっちゃ好きだったんですけど、ミュー404 2回見たドラマ。いいな、それ見たいな。友達、うん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 、熱い、スマホが熱すぎてやばい。ミュー404やばい。いいね、アイスありがとうございます。守られなかった君たち見たことあるよ。佐藤健さん出てるやつ、あ違う、守られなかった者たちじゃなかったっけ、違うっけ、君たち、佐藤健さんのやつですか、違うかな。はい、あスマホ冷えるように、ありがとう。佐藤健さんのやつですか。見たな、それ映画館見に行った、めっちゃ良かったな、めっちゃ良かったですね。涙もろいですね、あれは泣けましたね、あれはやばいですね。確かにもうぜひ見てほしいわ、みんなにも。アニメも、アニメも見ますよ映画館で。ヒロアカとか全部見てるし、映画とかも映画館行ったし、ブルーロックもこの間映画館だ。
そう、かやちゃんが出てるから見たの始まりはね。そう、でもめっちゃ良かった。かやちゃんなんかそう出てる人で映画とか結構見たりするから。鬼滅ね、楽しみ。映画みんな何の映画が好きなの？今まで一番好きだった映画何？かやちゃん、そう、清原かやちゃん。でもなんかジャンル違ったら全然知らなそうだな。もののけ姫、もののけ姫、もののけ姫ってジブリジブリかな。スターウォーズ見たことないな。そう、清原かえちゃん好きなんです。ジブリだとマーニーが一番好き。思い出のマーニー。ジャッキーチェーンの映画、おえー、ディズニーの実写、実写ね。クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんの映画いいよね。マーニーいいよね。洋画ヘイトアイスありがとうございます。にもね、風立ちぬ、うわ、風立ちぬ見たことないんですよね。風立ちぬってさ、空に憧れてのやつだよね。見たことないんだよ。ドラえもんの映画もいいよね。ハリーポッターいいよね。なんか面白くてさ、4ぐらいまで見たけどさ、見てない、それ以降。風立ちぬね、なんか乗り遅れたな見たいなって思ってたら終わってた。ジブリもいいよね。ジブリだとマジマーニーですね。マーニーが大好き。こんばんは。炎のゴブレット、そうかも。京香さんね、まだハマってるのかな。わからない。僕は2005年生まれ。虹色の泡ありがとうございます。あ、まだハマってる？ジブリ全作品って何作あるんだろう。ジブリいいね。見たことないやつも全然あるな。なんかなんだっけ、ゲド戦記だっけな、違うかな、なんか何かをテレビでやってて結構割と衝撃受けたんですよね。なんかね、城に潜入してくやつ2000、うわ、生まれてないわ、1作目。15分になった？お疲れって言ってるってことは。うわ、踊る大捜査線聞いたことある。うわ、死刑にいたる病大好き。もう死刑にいたる病ね、初めて小説を先に読んでて、あの映画化されたやつなんですよね。だから思い出深い。ナウシカ、ハイキュー、コガも見に行ったわ。ハイキュー見に行きました。やっぱバレーボーラーだったので
ハイキュー映画見に行きました。しんちゃん泣けるよね。15分なった？そろそろ終わりたいと思います。熱、スマホ熱、皆さんもスマホの熱いの気をつけてください。映画ね、バイバーイ、バイバーイ、おやすみー。